変わってると思います。はい、取り付けるハンドルはこちらになります。ストリートスラマーバーですね。はい、7インチなので結構なねプルバックになってますね。かなり乗りやすさ的にはこちらなんですけども、これをねタンクとか塗装部分にこぼしちゃってそのままにしとくと塗装が、はい、ハーレーダビッドソン東久留米です。本日は2016年の FLSS こちらのハンドル交換をやっていきたいと思います。はい、取り付けるハンドルはこちらになります。ストリートスラマーバーですね。こちらは純正パーツになります。そしてまあ大体7インチぐらいアップになります。で、色はデニムブラックですね。はい、ノーマルのねハンドルが外れました。で、今からここに新しいハンドルをつけていくんですけど、まあイメージ的にはこうなりますね。こんな感じになっていきます。ではでは配線の方やっていきます。はい、今からねハンドルの中に配線を通していくんですけども、まあこういったワイヤーを使ってですね、この通したい配線の先っちょにつなげていって、これを引っ張っていくってイメージですね。ちょっとやってみたいと思います。はい、こんな感じでね配線を通していくんですけど、結構大変なんですよね。はい、こんな感じでね配線がこうやってやって通ってきます。このような感じでね、もうハンドルの中に配線が全て通りました。そしてこれからねちょっとブレーキの方にブレーキフルードを入れていきます。はい、こちらがねブレーキフルードになります。こちらなんですけども、これをねタンクとか塗装部分にこぼしちゃってそのままにしとくと塗装が剥がれちゃう恐ろしい液体です。なので結構こんな感じでしっかり養生してやります。ではではやっていきます。はい、このような感じでねエア抜きをしていきます。このブレーキホースの中にエアが入らないように、まあ無駄なエアを抜いているところです。はい、こういったね機械を使って今度は ABS の方のエア抜きをしていきます。ではではお願いします。はい、取り付けが完了しました。はい、こんな感じですね。はい、7インチなので結構なねプルバックになってますね。かなり乗りやすさ的には変わっていると思います。